今日から新しい挨拶になります。はーい、プニプニマンボウ。はい、ということで、やーべ、さっきの挨拶で過ごしちゃった。ということで、今日はネタがありませんので、皆さん大好き3合の米で好きなおかず、ローソン編でございます。はい、ローソン編っていうか、家の近くローソンしかねえから、ローソン編しかねえ。普段やりたいけど、目には見て、商品見て、うわあれやりたいなと思うけど、普段やれない、高カロリーだし油も取るし、やりたいけどやれないっていうのを今日やっていくあのコーナーになります。ということで、今回はこちら、ローソンの焼肉をご飯で挟んだライスバーガー。ご飯にご飯、歯には歯を、目には目をって感じで、癖になるコクとうまみ、こてっちゃん。はい、これも絶対うまいと思う。ローソンセレクト、はい、梅カツオの唐揚げくん、はい、食べたいと思います。これマジでうまい。あえてのわかめごまし醤油ラーメン、これ絶対うまいし、焼肉でわかめスープ絶対頼むんですけど、そのさらに上位交換、わかめラーメン。そして多分ご飯余ると思うのよ、3合今のおかずじゃ。最後に釜揚げしらすと卵で、今回はこれですげえ美味しくご飯いただきたいと思います。最高のコンビでしょ。ということで、いただきたいと思います。ではクッキングスタート。はーい、もみもみマンボウ。じゃあ米3合入れていきたいと思います。まっちゃん、まっちゃん、まっちゃん、これお座り、お座り、まっちゃん、まっちゃん、お座り、さあ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 、お座り、待て待て待て、よし。じゃあ行きます。ああ熱くなかった。あれなんですげえ慣れてっちゃうかもしんない。うまそうこれ、やばいや。あーだっちー。あ、こんな感じです。はーい、ということで、できました。こちらが、ご飯3合に、好きなおかず、ローソン編ということで、まあ、改めて、ライスバーガー、こてっちゃんホルモン、で、わかめラーメン、唐揚げくん、しらす、卵、全部これね、ローソンで買えるやつです。で、しかも、量が、
多いけど、みんな食えるぐらいの量じゃん。うわ、腹いっぱいになったぐらいの量じゃん。一般レベルですげえ食いたいなっていう量にしました。はい。これ最高だよね。唐揚げくんにラーメンで、ホルモンでご飯ってやべえと思う。うわ、いい感じでラーメンできとるわ。これやばいね。美味しくね。皆さんがご飯美味しくいただけるように、俺がもうリーダー、率先して美味しく食べていきますんで。うまっ。ご飯くない。うまっ。止まらなくなってきた。どんどん連鎖してこれ食いて。お麺もこんだけ乗ってるから心配ないね。うわ、これマジやってほしい。こういうのはいらないけど、ラーメンと唐揚げくんとご飯ってマジ最強。これがね、スープ代わりってマジ贅沢だよね。これだけでいいよ。ね、うん、炊きたて抜群。ホルモンね。いただきます。うんまっ。うんまっ。このコテッチャン、ぜひローソンある人食べてみてください。味付けちょうどいい濃さでとろける、本当に。うん、これも唐揚げくん、うまっ。ほら、小さい小学校の頃にさ、やりたいけどそんなもん食べちゃダメって親に叱られるけど、もうね、今一人だからさ、自由に何でも責任持ってやれるじゃん。その小さい頃にやりたかったご飯を現実化したあの動画だよね、これって。ホルモンラーメン、やべえ。なんか、あ、おいしいって食べるものもそうなんだけど、もちろん前提として、もうがむしゃらにもう何でもかんでも詰め込みたいみたいな、そういうメニューだね今回。マジすげえ。だ、こういうのってさ、なんかこの女子とかがさ、失恋して爆食いしたいみたいな感じね、感じじゃんこれ。で、わかる、そんなストレス溜まってなくても、これ食べた後に解放感で、うわ幸せってなるもんね。うわ、はい、ではここでライスバーガー登場。犯人はかもということで、ライスバーガーってうまいよね。最初出てきた時マジ衝撃的だったもん。うまい、うまい。ライスバーガーに米、うん、絶対うまいと思う。うわー、給食思い出すわー。なんか熱々の米に若干冷えたしらす、そして醤油の味ね、マジうまい。うん、こちら卵でしらす卵がけご飯、はい。
うん、うまい、すごい。食う前、なんだろう、食う前に乗ってなかったんですけど、体重何キロ。やべえ、68.6 でーす。67.ちょっとだから1キロぐらい取っちゃいました。はーい、おいしいマンピー。ぜひね、ローソンの近くにある方、唐揚げくんとわかめラーメン、こてっちゃんとご飯、やってみてください。あれ最高。ということでありがとうございました。プロターンズポイント。